世界の鉄道一覧エルサルバドルの鉄道エルサルバドルの鉄道ではエルサルバドルにおける鉄道について記述する。国営鉄道会社はフェナデゼルで CEPA の一部門である。国営鉄道は総延長五五百十四点八キロメートルの線路を管理しており大部分は使用されていない期間3フィートの狂気区間でサンサルバドル、サンターナ、 アカフトラ、ソンソナテ、ソヤパンゴといった主要都市間を結んでいる。かつてはアンビアトゥーでグアテマラの鉄道と接続していた。1980年代のエルサルバドルの地図、鉄道路線が描かれている。エルサルバドル最初の鉄道は、1882年6月4日、ソンソナテからアカフトラ港の区間で開通した。翌年以降、 鉄道はサンターナやサンサルバドル、その他の場所へ延伸していった。鉄道網は二つの鉄道事業者が別個に管理していた。うち一社はサルバドールレールウェイカンパニーで後に国有化され、フェスと名称を変更した。もう一社はアーカでユナイテッドフルーツ社が付設し後に国有化され、ファネイジルと名称を変更した。1975年に エルサルバドル政府の命令によって2社が合併し、フェナデゼルとなった。フェナデゼルの管理監督は国に代わって CEPA が行っている。車両や線路の老朽化が進み、2002年10月にはすべての鉄道輸送が停止された。サンサルバドルソヤパンゴ間の旅客列車はこの2つの都市を結ぶ。 道路橋が崩壊した際の交通渋滞を緩和するために2004年10月から2005年4月までの短期間に運行を再開した。2006年 CEPA は鉄道網を復旧するための計画を発表した。それはサンサルバドルアポパ間に通勤列車が導入する計画がある。その列車には7両の客車を回収して使用する必要があるというものであった。 2007年11月、CEPA は計画を実行に移し、アポパへの列車が通勤客をターゲットに朝夕に往復で再開された。運賃は1 2トルの乗車で 10US ドルであり、安全のため各列車に4人の警察官が同乗している。新たな計画も発表され、それは2008年3月までにアポパの西にあるネハパまで再開し、 さらに次の12ヶ月間で、孫育て県の県と孫育てまでの全区間の再開を見込んでいるというものであった。ありがとうございます。